はい、さてこれビュレットに今ね、過マンガン酸カリウム水溶液が入れてあります。で、これ褐色ビュレットと言いまして、過マンガン酸カリみたいにね、こう光に反応しちゃうような溶液物質の場合には褐色ビュレットを本来使います。ただ今回褐色ビュレットみんなの、人数10個ないので、君たちには普通のビュレットでやってもらいますが、本当はこの褐色ビュレットでやるということですね。あと共洗いしてください。もうこれね、共洗いしてありますね。一回、過マンガン酸カリウム水溶液をこうね、メモリの上まで入れて一回ジャーッと流しちゃってくださいね。でもうこれは共洗いしてありますので、あとこれ、捨てる廃液を捨てる貯めるためのビーカーですね。で、この先端に空気がありますので、これをジャーッと息をよく流して、先端まで溶液で満たすということですね。はい。で、それでまあメモリですけれども、これちょっとまあ見にくいですけれども、メモリを非常に見にくいんですが、読んでもらって、へこんでる下のところですね、それをメモリを最初読むということです。はい、それではこれ瞬間湯沸かし器でまずね、こちらにお湯を汲んでもらいます。で、これただボタンを押すだけでいいです。あと他はいじらないでください。それで非常に熱いお湯が出ますので、こうやって汲むと手やけどしますので、必ずこのバットの上にこの、容器を置いて、それで汲んでもらいます。で、最初はね、ぬるいですので、しばらく待ってね、待つとお湯がうんと熱くなります。まあ、大体最初の人はね、ちょっと30秒ぐらいちょっと待ってもらってね。で、次の人からはまあどんどんとこう汲んでもらえばいいので、いちいちこれ止める必要はありませんが、次の人どんどん汲んでください。はい。で、こんなふうにして30秒ぐらいすると熱くなりますので、まあこの半分ぐらいね、汲めばいいですかね、ということですね。で、最後の人は止めますが、止めるのはただこれもボタンを押すだけで止まります。いいですかね。後ろの人が待ってる時はいちいち止めないようにしてくださいね。はい。で、このまま運んでってください。こんなふうにして、やけどしないようにね、気をつけて運んで、もらいます。はい。そしたら、こちらですね、もう週3の標準容器10ミリリットルホールピペットで取ってありますね。で、これちょっと両手でやってください。これ片手で持つと必ずこれピキってってね、壊れちゃいますので、必ず両手で持って、こんな感じですかね。で、こうやって温めておきます。で、攪拌紙をこうね、入れると。あと忘れちゃいけないのは、硫酸で酸性にしてた条件でやりますので、こちら硫酸を、まあ、大体5ミリリットルです。正確である必要はありません。希硫酸5ミリリットルを試験管で測り取って、これも、入れてください。はい。そしてこの温めた状態で、滴定を始めるということになります。で、こんな感じでいいですかね。あ、ちょっとあれかな、最初にマグネチックスターラーをここに置いてもらった方がいいかな。そしてここを、こんな感じに乗せてください。真ん中にちょうど来るようにね、して、こんな感じですかね。はい。それではね、これをお湯で温めた状態で滴定します。冷たいと反応が遅いので、ちょっと滴定が遅くなっちゃうんですね。で、最初ね、8ミリリットルくらい、8、これジャーッと流しても大丈夫です。ちょっとジャーッと流しちゃいますね。8ミリリットルぐらいジャーッと。これでちょっとね、色変わるまでに時間かかるんですけど、まあちょっと見ててください。こんな感じですね。で、8ミリリットルぐらい流したら、あとはね、ちょっと慎重にまあ1滴ずつ、加えるということです。こんな感じですね。
で、色が変わりにくくなった、要するに過マンガン酸カリウム水溶液の赤紫色が消えにくくなってきたら慎重に、一滴加えて止めるっていうようなね、感じで慎重にやってください。はい、だんだん色が消えにくくなってきましたので慎重にいきましょう。攪拌紙はちょっと早めにした方がいいかもしれませんね。あんまりゆっくり回してると色が変化するのが遅いですのでね。はい、あともうちょっとでしょうか。はい、こんな感じですかね。このように過マンガン酸カリの赤紫が消えな色が消えなくなったところで募集点としてください。それとあと途中でねどんどんとお湯がぬるくなっていってしまいますので、お湯がぬるくなったら常に新しい熱いお湯に変えてください。お湯がぬるくなると色の変化が遅くなって滴定が遅くなります。はい、片付けですけれども余った過マンガン酸カリウム水溶液その他廃液は全部このビーカーにまとめて捨てます。まあじゃーっと流しちゃいましょうね。はい、そしたらこちらね上からね純水をこうこんな風にやってもらってまず一旦純水でねビュレットの中を、流してもらってですね、でその後ねビュレットの中ねちょっとね汚れちゃうんです。どうしてもね過マンガン酸カリ使うとねあとねガラスの中がねこうちょっとこう 茶色っぽくなってるの見えますかねこれね。このガラスの中はね茶色く汚れちゃうんですね。これねシュウ酸のね余ったねこれ余ったシュウ酸の標準溶液ですね、これを流してください。でこれ余ったシュウ酸の溶液ね、そうするとね中ガラスの中がシュウ酸と反応してね汚れが取れます。シュウ酸の溶液をねこう流してねもらうってことですね。あともしコニカルビーカーですね、コニカルビーカーも中ちょっとね茶色くなってることありますので、もし茶色くなったらやっぱり余ったシュウ酸の溶液でこう洗うと、茶色い汚れが落ちます。はい、で最後にまたこちら純水で、しっかりとこう洗い流すと。まあそんな風にしてですね。もらいますかね。で廃液ですけれども、廃液はこちらになりますが、これが無機のね重金属ねマンガン入ってますからね、まあ、廃液に、捨ててください。あとこれまあそんなことでね廃液捨てた後もねこちらちょっとこんなにやっぱりねこれ過マンガン酸カリ使うとこうねちょっと茶色く汚れちゃうんですね。こういう汚れありましてやっぱり余ったシュウ酸の溶液でこうやってねやってくれるとこう汚れがこうきれいに落ちますよね。でこれもまた廃液に捨ててください。よろしいでしょうか。